助手のズンナモンです。助手の四国メタンです。今回はホーム電光案内板に心温まるメッセージを見てから石狩沼田行き列車を見送った後、美瑛行き普通列車に乗車してある駅に降りて戻ってくるまでをお送りします。ある駅ってどこかしらね。見てからのお楽しみなのだ。なるほど、お楽しみはこれからだってことだね。はやぶさん新幹線ということで VTR スタート。Please.
久々の西水穂駅です。いやっしー、なかなかの山頂でございます。やっぱりちょっと人懐っこすぎるかなっていう感じの駅でございます。あー、ブレーカーがある。そうです、電灯がついてるんです。レベルの高い駅です。すごい小さいメモ帳が駅ノートになってるんですね。でこの中も漏れなく暑いです。旭川市は33度予想なのですが暑いです。いやー、もうあの南ピップを思い出しますね。滝汗です、マジ滝汗。まあ7分後には旭川駅がやってきますので、それに乗車したいと思います。7分頑張ります。ということで駅ノートにしたためさせていただきます。ベンチに座ってぐるぐるーぐるー、踏切音が鳴っていましたね。ぐるー。ということで助手の彼ありがとう。